第3位、タカナクイーン。はい、こちらですね、ペルーのサントトマス村というところで毎年クリスマスに行われる祭りでして、別名喧嘩祭りです。いや、クリスマス何やっとんねんって感じですけど、この日はもう1年に1回だけ普段の日常で気に食わないやつをぶっ飛ばすことが許されてるんですよ。で、まず前日ぐらいから酒を飲んでこう自分を高めてテンション上げますよね。そして当日になるともう家族だろうが職場の上司だろうが普段トラブルになってる人を選んで決闘を申し込むんですね。ルールもちゃんとあって、パンチキックは OK、 噛みついたり髪の毛を引っ張ったりするのはダメということで、審判もね、無知を持って見てくれるんですよ。この祭りの趣旨としては、やはり普段のわだかまりを晴らして、新年をねストレスなく迎えましょうというものらしくて、喧嘩が終わると仲良く肩を組んでね、お酒を飲む方多いそうです。もちろんまあ暴力ダメですけど、上司とか思いっきりぶん殴ったらめちゃくちゃスッキリした気持ちで新年迎えられますよね。まあただなんか対戦申し込まれて拒否ったら拒否ったで、お前拒否ったなみたいにもなりそうですし、なんとも言えないですね。次です、第2位、サンフェルミン祭り。はい、これマジ危ないっす。スペインのパンプローナという場所で毎年7月の6日から9日間かけて行われるスペインの三大祭りの一つです。まずパレードからね朝始まるんですけど、夜遅くまで音楽とかダンスでわーって楽しむんですけど、その中の一つで牛追いの行事があるんですね。これちょっと見たことある方多いと思うんですけど、闘牛用の牛をですね、街の外れから闘牛場まで移動させるだけなんですけど、これをですね、もう牛と人間が一緒に走って、というかほぼ追いかけられた状態で誘導するんですよ。距離としては1キロもないぐらいなんですけど、闘牛なんで追いついてくるんですよ。そうなったら道の脇に逃げてリタイアするんですね。ただやっぱね、それでも行こうとして毎年死者とか怪我人出てます。少なくとも16人以上が牛に襲われて死亡してるとのことですね。怪我人だけで言うと2013年には50人ぐらい出てます。もちろんね、周りにいる人も襲われることがあるんで、しっかり注意してください。あんま足速くない人おすすめしません。次です、第1位、石投げ祭り。はい、もう名前から危ないですね。これぶっちぎりじゃないかなと思うんですけど、マリアプラデーシュ州で行われてる祭りなんですけど、ジャーム川っていうね川を挟んで2つの村があるんですけど、この村同士が川の真ん中に生えてる木のてっぺんにつけられた旗を奪い合うっていうね祭りなんですけど、合図が鳴ると男たちは一斉に木にめがけてまず走るんですけど、それを妨害するために木に登ってない人たちは石を思いっきりぶん投げるんですよ。当然のように怪我がすごくて、一番多かったのが2008年で800人、死者が1人出ました。だから2001年ぐらいに、いやこれなんか石油だと致命傷だからゴムボール使いませんかと、これも痛いよと、自治体がですね、まあそうしませんがっていう風に説得に入ったんですけど、なぜかこの死者が出てる2つの村から猛反発を受けたと。で、最終的に拒否されたんですね。いやもうそこが言うならもうええよっつって、まあなんか誰が当てて誰から当てられたとかも分かんないでしょうし、まあ僕はちょっと怖いんでやりたくないですね。